某菓子メーカーが炎上している大型プロジェクトを沈下系にできる経験者を年収500から850万で募集しています。私がするとサップの有能エンジニアを雇うなら最低1000万以上必要と思いますが、ヘルフさんの見解いかがですか？あれですよね、こういう格好してる大阪の看板のある大手お菓子会社ですよね。細長いクッキーにチョコレートがコーティングしてあるのを売ってたりするところなんですけど、でひろゆきさんの見解はいかがですかね。年収500万とかで雇おうとしてるから、いまだに解決していないっていう話だと思うんですよね。なので僕の見解がどうこうというより、もう事実としてそれが起きていて、いまだに回復してないということはそういうことですよねっていう。いやー、そのね、結局その日本の会社って結構ありがちなんですよね。上の方の人がシステムのことを全然分かってなくて、結構その日本って根性論でなんとかなっちゃう面が多いので、なんとか根性でやれやっていうので結構なんとかなっちゃうことが多いんですよ。でもシステムとかって根性では治らないんですよ。行動が書いた通りにしか動かないので、行動を書いてるプログラムがめちゃくちゃ根性があるとか上司が脅してるとか関係なく、動かないものは動かんっていうので終わりなんですよ。なので根性論で通用しないので、昭和の経営者の人たちってコンピューター以外のことって全て根性論で結構なんとかなっちゃってたんですよね。取引先を脅すとか、社員に圧力をかけるとか、これやめたら大変なことになるから、お前じゃあこれやめたとしたら転職先にもいろいろこうお前の悪い情報流すから絶対終わらせるよ、この今までやめさせねえからなみたいなのも結構日本の会社やるんですけど、でそれでビビって仕方なく仕事をする人たちとかっていうのもやっぱりいるんですよ。っていう状況が昭和の時代はずっとあって、で本来じゃあ公文書の改ざんって違法だよねっていうのはあるんですけど、でも公務員の人に命令をして公文書を改ざんさせて、結果として公文書を改ざんした公務員の人がメンタル病んでしまって自殺したっていう事件とかもあるんですけど、でもそれで結果として公文書を改ざんさせるは成功してるんですよね。なので圧力をかけるということで解決をするが可能なんですけど、システムに関してはいくら圧力をかけても解決しないんですよ。圧力をかければなんとかなるだろうと思っている昭和の世代の人たちっていうのが、実はそれができないよねっていうのが、最近グリコだったりみずほ銀行だったりって名前出しちゃったっていうのが表沙汰になってて、だってみずほ銀行ってさ、合併したのいつ？もう今時の20代って多分富士銀行とか知らないでしょ。第一勧業銀行とか、もともともう20年以上経ってるよね。30年前ぐらいになんか富士銀行と第一勧業銀行とあとなんか3つぐらいが合併してみずほ銀行という名前になったんですよ。あ、日本工業銀行か。なんで、まあ2002年、あ、そうだった、じゃあ22年経ってんだ。22年経って、でその時からシステム統合ってずーっとやり続けてるんですよ。システム統合まだ終わってないんですよいや別にさ、どっちかのシステム捨ててどっちかに乗せればいいだけなんですよ。三菱東京 UFJ 銀行ってあるじゃないですか。で三菱東京 UFJ 銀行の場合は UFJ 銀行と三菱銀行と東京銀行っていう3つが重なって、で最初は三菱東京で、その後東京三菱 UFJ になって、今三菱 UFJ か。で三菱銀行が強いので、合併した以上はお前ら三菱銀行のシステム使えよなっていうので、 UFJ がシステム捨てて全部三菱銀行システムで基本統一してるんですよ。法人系とかまだちょっと残ってるらしいんですけど、なのでお前ら従えやって言ってやればいいんですけど、みずほ銀行っていまだにその第一勧業系とか富士銀行系の人たちが足引っ張り合って、このシステムは富士銀行系を使って、このシステムは第一勧業銀行系を使ってみたいな派閥争いを20年やってるんですよ。もう20年前だからもうどっちの銀行もないんだよ。で20年前に新卒で入った人は別にもうどの銀行派閥でもないのよ。いや別に富士銀行派閥とか言われましても、僕はみずほ銀行に入行したんですけどみたいなのを未だにやってるんですよ。なんかね、みずほ銀行の人たちだと第一勧業銀行系の人が打ち上げで使う居酒屋と、富士銀行系の人たちが打ち上げで使う居酒屋とか飯屋の店が違うらしいんですよ。なので あれは富士銀行系の店だから行っちゃダメなんですよとか、今日は第一勧業系の派閥の飲み会なんでこっちの店行きますみたいなのを未だにやってるんですよ。っていう会社がシステム統一してうまくいくわけないでしょっていうのを未だにやってるんですよ、令和になっても。いや、さすがですよね。新人も結局どこかの派閥に所属させられるんですよ。大学派閥的なところで先輩筋ができて、お前の子上明治大学のところ俺のとこ派閥来いよみたいなので、先輩の明治大学派閥に入ったらそれがなんか富士銀行派閥で、結果として自分は富士銀行派閥として育つみたいなのがあって、でね、グフー
Google だったか IBM だったか、あのね、どっかのね、外資系の会社が日本の証券会社の出世する人の特徴っていうのをすげえ大量のデータを使って調べたの、 IBM だったかな。で、どういう人が出世するのか、要するに出世する人、出世するタイプの人を採用したら、まあ優秀な人なわけだから、そういう人をいっぱい採用したらこの会社うまくいくよねっていう仮説のもとに、で、じゃあ優秀な人って何なの、それは出世した人でしょと。なので、よく出世している人は優秀な人である。なので、出世しやすい人をどんな人だか調べてみようっていうので、学歴、入社年度、どういう部署に入った、例えば最初に人事部に入ったとか、最初から営業でしたとか、ルートがいろいろあるじゃないですか。いろんなルートも調べて、あ、これ IBM でした？で、こう、いろいろなこう、男性であるとか、女性であるとか、いろんな要素を調べて、結果として、出世するタイプというのが判明したんですよ。日本で出世をするタイプはどういう人かっていう答えが、上司が優秀っていう。新卒で入った時に上司が優秀な人は、その後結果を出すっていう結論が出たんですよ。上司がいい人に巡られると、その人は出世をする。その最初の新入社員の時に上司に恵まれてないと、それがどれだけ優秀だったとしても出世しないっていう、あの本当にしょうもない結論が出たんですよ。うすうすみんなね、そういう傾向あるよねっていうのは、みんな知ってたのよ。上司運ってあるよねっていう。っていうのはね、みんな知ってたんだけど、実際こう調べてみたら本当にその通りだったっていう。で、これが何なのかっていうと、上司が優秀というのは何かっていうと、上司の上にも上司がいるんですよ。ということは結局、派閥があって、慶応大学派閥というのの派閥に入ると、慶応大学の派閥の人は、自分の慶応大学派閥から出世させようとするんですよ。例えばじゃあ僕が慶応大学の部長ですってなると、じゃあ課長誰にしようかなってなると、慶応大学派閥の中から課長を選ぶんですよ。で、課長を選ぶと。で、課長は係長誰にしようかなってなると、慶応大学派閥の中から選ぶんですよ。でもなって、そこのうまく出世する派閥に所属した人は、どんどん出世していくんですよ。で、出世派閥に入れなかった人は、別にこいつ出世させてもしょうがないよね。俺の派閥じゃねえしっていうので出世しないんですよっていう、あの本当にしょうもない話が、まあね、あのしょうがないんですけど、現実そういう出来事がありましたって話で、なので皆さんもいい派閥に入れるように上司ガチャで、もちろんあのね、大学派閥だけじゃなくて、上司が優秀でその上司についていくと、その上司がどんどん出世するので、上司としても自分の話が通じる気のいいやつを、じゃあ最初新入社員だったけど上司が課長になりました、したら自分の言う通り動いてくれるやつを係長にした方がいいから、じゃあお前係長やれよみたいな感じで慣れてる人っていうのを引っ張ってくるので、なのでその基本的にはやっぱ優秀な人の下にいるとうまくいくよねっていうのがあって、なので ABEX っていう音楽会社があるんですけど、で、あそこの社長が松浦さんっていう、今違うんですけど、もともと創業者で松浦さんっていう人がいて、で、役員のメンツが中学とか高校の時の同級生多いんですよ。あの暴走族仲間とか音楽を売るためにその必要なスキルとか学歴とかというよりは、松浦さんと仲がいいかどうかが重要なんですよ。要するに松浦さんこれってこうだよねって言った時に、あ、そういう感じで OKOK 分かったみたいな、音楽の価値とか、じゃあこの女の子可愛いよねとか、こういう流行があるよねって数値化できないし文章化もできないんですよ。なんかじゃあ今時の渋谷に来るような子たちが気に入りそうなファッションの女の子連れてきてって言われると、こういう感じだよねっていう感覚を持ってるかどうか で、その感覚って一緒に暮らして飯食ったりとか、一緒に飲み行って、いや、この女不細工だよね、あ、この子可愛くねとかって言ってると、その感覚が共有できるんですよ。なので、松浦さんがスッキリしてちょっと可愛い感じのやつ欲しいよねって言うと、松浦さんの言うスッキリした可愛い感じはこうだよねって言って、坊主の女の子とか連れてくるんですよ。で、松浦さんが言ってきたから連れてきましたっつって、坊主の女の子を連れてきて、ゴリボーとして売り出すんだけど、世間的には大失敗みたいな。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。